今季中日の二軍監督を務めた井上和樹氏が10日、来季からの監督就任の正式要請を受け、受諾した。井上氏は、選手の支配下70名、育成を合わせると80、90名の大所帯。面談せずとも大体この選手はこの性格だ、とわかる。ボールを投げたらすぐ返ってくる選手も、どれだけ吸収するねん。という反発力のない、投げた球が返ってこない選手がいる。二軍の選手には俺が好きな選手になれと言っている。お願いします、もっとやりたいんです。俺はもっと上を目指したいんです、という気持ちがある選手が好きだよ、と常々言っている。一軍というところは成績が伴わないと、という土俵。二軍でできなかったことを一軍でできるはずがない。僕も二軍で自分の種をまいてきたつもり。そういった選手が育ってくれればもっと活気づくのかなと思っている、と語った。矢野ヘッドそろそろ来そう。マジで言っててくさ。タッツより下はないから気楽やろ。試合前ハイタッチ不可避。いや、わからんやろ。これいそうな選手中日による？矢野先生ヘッドコーチ。リュークとか嫌われそう。あの、文字職人式しかえばスタメンで使ってくれるんでしょうか。言い方違うだけで戦う顔みたいなもんやろ。やばい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 。ちょっと時間大丈夫ですか？選手を好き嫌いで使ってはいけない。何感じてそう。そういう目で見ると全ての発言が怪しく見える。立浪とあんま変わらんのでは？中日来年も面白いから好き。石川昂弥とかそういうタイプちゃうけども。さすが矢野先生の直参やな。いきなり飛ばしすぎやろ。矢野先生入閣したらタッツ超えられる。弱いし地味になりそう。監督室が色紙だらけになる日も近いな。目の前で練習したらスタメン勝ち取れそう。まさか来年もドラゴンズで満たしてくれるんか？まあ別に勝てばなんでもいいわ。要は結果や。